ハニスタットモニュメントに描かれたワーグノリの絵画石碑、ヒュロッキン・ルートビヒピーチ作ワーグは、北欧神話に登場する、狼の種族である。または、ファンタジー作家 JRR トールキンの、作品世界中津国に生息する、狼のような生き物である。初代名王モルモスの非造物であるということ以外は、その出自については、不明な部分が多い。第一期に猛威を振るった、 京狼や他の狼との因果関係も不明瞭だが、京狼族よりは、神聖が薄く、体育も小さいと思われる。見た目については、原作ではあまり詳細が描かれておらず、特に初期の絵画では、大型の凶暴な狼として描かれることもある。後の作品群での描写は講述する。ワーグ以外の諸言語における他の呼び方は判明していない。北欧神話における、 架空の狼の種族、バーグをもとに創造された。コキスカンジナビア語に見られるバーグが、発生源と言われ、ウォーグという単語には、巨大な狼という意味がある。特に魔人狼フェンリルとその子らのスコルトハティを指すと、言われる。古女児子,子、ベオウルフには、人食いの怪物、グレンデルの母を古英語で、グランドワーガン、すなわちウォーグ・オブ・ザ・デプスと指す表現がある。また、 フンレシュタットノルーン石碑に、狼にまたがる、女巨人ヒロッキンの絵が残されており、この狼をワーグとする説が強い。他の多くの魔法種族に見られるように、第一期の強化民族よりも神聖は薄いが、超自然的な生態はいくつか確認されている。粗暴な見た目とは裏腹に高い知性を備え、社会性を持つ。独自の言語を話し、同族のほか 多くとも会話が可能。戦闘では多くを背に乗せ騎乗としての活躍が多いが、これは、ワーグ側が多くたちと正当な契約の上に騎乗を許しているのであり、決して両者に上下関係や刺益が存在するわけではない。機嫌を損ねれば多くをも襲うとも言われる。その他、倒された後の意外が次の日には不思議に消失するなどの特徴が見られる。 原著での初登場は、ホビットの冒険の荒れ地の国であり、孤軍の合戦において存在を確認できる。あとの、指輪物語においても指輪の仲間を道中で襲撃しているほか、サウロン軍の構成員として参戦もしている。他の多くの魔法生物同様、トール金作品に登場するワーグは、広大の多くのファンタジー作品や、テレビゲームなどに強い影響を与えた。 いずれにせよ共通するのは野蛮で不潔感を漂わせる悪魔のような犬かの巨大な猛獣であるという点である。また、両作品とも、例えば大橋がそうであるように、現地に見られる言葉を話す描写もない。ありがとうございます。